岩沼市で新型コロナワクチンの集団接種の訓練が行われました。当日ワクチンが余った場合、会場のスタッフに接種して廃棄を防ぐということです。今日の訓練は岩沼市の集団接種の会場となる市民体育センターで行われ、医師や看護師、市の職員など合わせておよそ100人が参加しました。訓練は住民20人の接種を案内するという想定で行われ、入り口での消毒や検温の手順のほか、接種が終わるまで住民同士が密にならないよう動線などを確認しました。また接種後に重いアレルギー反応、アナフィラキシーが起きた場合を想定し、専門家が初動対応について講義しました。岩沼市では現在90歳以上の住民の接種予約を受け付けていて、集団接種は今月26日から始まる予定です。県外ではワクチンが余って廃棄されたケースがあることから、岩沼市では会場にいる医療従事者や市の職員ら、会場にいるスタッフに接種することを決めました。しっかり余らないように調整しながら接種をするかと思うんですが、どうしても急にキャンセルがあったという場合におきましては、従事しているものでですね、接種をして決して無駄にしないようにということで考えております。